ベーター・フォン・ビロンは、最後のクールラント公。ビロンは、後にクールラント公となるエルンスト・ヨハン・フォン・ビロンと、その妻ベニグナ・フォン・トロタとの間にで生まれた。1740年、ビロンは、父の政治的失脚に伴い、家族と共に、シベリアへの流刑を受けている。1769年に、父から、クールラント・ゼム・ガレン公国を相続したが、ビロンは、 広告の統治権を放棄する代わりに高額な年金をロシア帝国から受け取り、1795年には、領土を正式にロシアへ譲渡した。1771年11月7日、王立協会フェローに選出された。ロシア政府から受け取った年金で、ベルリンのウンターデンリン電ン王通りにあった、邸宅ク,クールラント宮殿を大々的に改装するという念願を叶えた。 1785年、ビロンは、フリードリヒスフェーデにあった公園と城を買い取り、これも過微なものに作り変えた。さらに、翌1786年4月、ボヘミア貴族のフランツヨーゼフ・マクシミリアンフォン、ロップコビッツ公爵から、シレジアのザーガン公領を購入した。1800年に死去、ビロンフォン、クールラント家の家督は、オいのグスタフ・カリクストが相続した。 理論は二度の結婚で子供を儲けることができず、1779年に40歳、近く年下のドロテア本目でムと三度目の結婚をし、マニは四人の娘を儲けた。ありがとうございます。